ついにね、例の本、ハッカー耳の単行本ができました。書籍版は880円。ちなみに、電子版は660円で4月15日発売。書籍は5月1日。ただ、このチャンネル見てる人はね、どうしても紙で読みたいっていう人が多いような気がするので、まあ、5月1日まで気長に待っていただければ買います。全部で192ページですね。内容はですね、違法な遺伝子操作で生まれたこのトラネコミミがですね、このネットゲームの世界と現実世界を行き来していろいろとやばいことをやっていくというお話なんですけども、最後の方は本当にね、ちょっとね、まあ、商業誌じゃやらないような結末になってますね。そしてやっぱりね、ハッカー漫画ということでね、いろんなね、技術が登場します。で、どっかで見たようなね、人もなんか出てくるし、こういう感じになってますね。はい。なんかこういうドヤ顔のコメンテーターが出てきたりとか、このチャンネルの視聴者だったらちょっとね、笑えるようなネタもいろいろ織り交ぜてあるので、注意して読んでいただければと思います。まあ、最終話、ちょっとね、あらすじをちょっとだけ紹介すると、最後のテーマはこのタイムカプセル暗号っていうものが登場するんですね。もうね、末期がん患者となった政治家がですね、ちょっと最後の未練として遺言を公開しようとするんですけども、そこでタイムカプセル暗号を使うと。しかしね、その遺言が実はちょっとやばい内容じゃないかということで、国際的な問題になりまして、この日本のね、情報当局とですね、韓国国家情報院が、こうね、熾烈な争いを繰り広げるという、まあそういうね、ハラハラドキドキ、もうゴルゴ13的なストーリーとなってます。自転車はね、超絶ホワイトなので、高峰はじゅさん、うん。原稿料も結構、ちゃんとね、支払ってます。まあなんだかんだ百何十万円くらいかかってるので、まあこれが無事にね、回収できたら、第2弾もやろうかなというふうに思います。ということでね、今回はね、書籍のプロモーション動画でした。